で、から見て太陽が昇る富士山から、まあ、西を見ますと、まあ、出雲大社が、まあ、見えないんですけども、まあ、出雲大社の方向、東西南北なんとかうまくできているような、まあ、地理になっております。はい、で古事記完成は、まあ、古事記はなかなか最近まであまり親しまれなかったような面もありますが、どのように古事記というのはできたんだろうかということでございますが、この1300年前の時代背景の大事なのは663年白村起兵の戦いで、日本が敗戦いたします。韓半島中国大陸に攻めて、3回攻めておりますが、この白村起兵の戦いと豊臣秀吉が攻めた時と満州事変から日中戦争に攻め入った時、この3回ともあんまり、まあ、大失敗をして帰っておりますが、この白村起兵の戦いで新羅等の連合軍に完敗した。で、後の中の上の王子天智天皇が逃げ帰っておりますし、斉明天皇がこの博多で病没されているということでございます。はい、でその後ちょっとややこしい地図ですが、壬申の乱が起こりまして、天智天皇が亡くなられた後、天武天皇がと大喧嘩になって、この真ん中の大津の宮、特に瀬田琵琶湖の南の瀬田の戦いで、大天の王子天武天皇が勝って飛鳥に宮を置いた。これが、まあ、古事記ができる、まあ、元の、まあ、政治状況ということになろうかと思います。673年飛鳥清見ヶ原で天武天皇が即位したというのが、古代の、まあ、律令国家が完成する、まあ、大きな政治状況、まあ、古事記成立の政治状況というようなことがあろうかと思いますが、その政治状況の中心地がこの奈良であったというのが、古事記が当時の奈良王朝の奈良におられた天皇に上呈される大きな政治状況だったかと思います。はい、でもう一つ今の、政治状況と比べますと、このような天皇家を中心とした政治、中央政治力を結集しようと、まあ、集権の時代はやはりその白村起兵の戦いの後、今国際情勢が緊迫していたということがあると思います。国際情勢が緊迫して中央政権国家ができたのはこの奈良時代と明治時代だけでございます。その他は日本はほとんど文献の時代だったかと思います。それと奈良時代はもう日本の歴史の中で一番国際関係が濃密だった時代だと思います。いろんな外来文化が入ってきて、それまでの文明が一挙に高まった、文明の程度が高まったように思いますが、それで伝統文化との関係は多少揺らいできたかもしれない。それをアイデンティティをどう求める、グローバル社会の中でのアイデンティティをどう求めるかという、まあ、世情のニーズがあったのではないかと思われますが、これはまさしく今の東アジアのグローバル世界の中での日本のアイデンティティをどう求めるかと、よく本当によく似ているように思いますので、この危機万有プロジェクトの大きな狙いは、現在の東アジアグローバル世界の中での日本人のアイデンティティを探るということを、この危機万有プロジェクトの基本テーマにしたいと奈良県では考えております。はい、で古事記の楽しみ方いろいろあると思いますが、一つは読み方でございますが、古事記は日本書紀は漢文って言いますか、今中国人の方は日本書紀はすらすら読める。万葉集は漢字を音読みに使った、まあ、カタカナの発祥のもとになるような万葉仮名で書いてございますが、古事記はなんかよく今の中国人は全く読めない、漢字は使っているけど全く読めないということで、訓読みと音読みを一緒に、まあ、並べたものが、まあ、古事記から出ていると言われておりますが、まあ、訓読みは
このようにたくさん漢字を訓読みしている国は日本だけだそうでございますが、この訓読み文化が日本文化を大いに発達させたというように言われておりますが、最初のところで、天地初発の時と書いてございますが、天地初めて現れし時にとこう、まあ、読むとこれ訓読みになります。その次はなんか漢字がたくさん並んでおりますが、音で読むとクラゲナス漂えると、これは音をそのまま万葉仮名のように読むというようなことだそうでございました。音訓併用、併用の、まあ、あの文章であろうかというふうに、まあ、言われておりますので、この訓読み文化の発祥のドキュメントのように思われます。はい、でこれはお手元の上巻、先ほどちょっと読みましたが、同じ訓読みと訳がついておりますが、その下の方で、無名無意とか名もなく名もなく仕業もなければ誰かその形を知らん、こう、まあ、読み下し、書き下し文では読むんだそうでございますが、名も名付けようがなく働きもないから誰がその形を知り得ようかという、まあ、訳がございますが、この、昔のこの漢字は文章としては木簡とかに漢字は使っておりましたが、それ以前に日本人は1万年も日本語の元を話しておりましたので、古語とか和語とか言われるようなものが、まあ、どのように生き残っているのか、漢字は使えるようになりましたが、訓読みとして生き残っているところはたくさんございますが、まあ、それも楽しみ方の一つかと思います。はい、もう一つは古事記の先ほど天岩戸の神話を宮崎県の神楽でご紹介いただきましたが、これは天照が天岩屋にお隠れになった世界が闇に閉ざされた、だから日食の絵が出てきたと思いますが、天が暗くなったということでございますが、それで騒ぎになって、天照が外に出てこられて日陰が差したという物語でございますが、この神話は最近は比較神話学が出ており、同様の構造の神話はいくつかの、まあ、地域でございますが、とりわけ長江揚子江の流域の少数民族に、まあ、見られるというようなことでございます。また古事記の内容をもう少し見てみますと、日本固有の神話だけなしに道教とか儒教の影響を受けたものもあるんじゃないかと言われておりますが、道教儒教はもちろん世はない世界でございますので、この世のことしか、まあ、考えない関心のない宗教でございますが、日本古事記は世のことをたくさん書いておる。例えばさっき出てきました黄泉という光線黄色い泉と書いてありましたが、黄泉というのは世界中どこも読めないんじゃないかと思いますが、黄泉の国は闇の国とかにつながるんじゃないかというところが、光線という読み方はどうも道教の中で、地下にそういう暗い世界があるというような説がありまして、道教のそういう考え方を使った、まあ、漢字を当てたと、黄泉に、まあ、たまたま漢字を当てたという説もあるようでございます。いろんな不思議な、まあ、古事記の世界というふうに、まあ、思います。はい、あとは古事記の楽しみ方、先ほど宮崎県河野知事がいろいろご紹介願いましたが、ゆかりの地を巡っていただくというのもたくさんあると思います。これは宇賀神社というその奈良県の知事の宇田の方にある神社、小さな神社でございますが、これは実は古事記に出てこない、人の神社ということで、ございます。神武天皇に従わなかった、エルカシというのを祀っている地元を守って、その神武統制に最後まで付き合わなかった、まあ、人、まあ、政権の騒動に付き合わない、ね。